皆さんこんにちは、ラフロア宮沢エマです。ミュージカルが決まったっていうお知らせをマネージャーさんからメールでいただいたんですけど、まず信じられなくて返信で本当ですかっていうのを送ったんですけど、本当ですって返ってきた時に5回ぐらい読み直した後号泣しました。あまりにも嬉しくって、ちょっと頭が真っ白になりつつも、ただただ嬉しいっていう感情が涙として現れて、軽く5分ぐらい泣いていたんですけど、その後はもう嬉しいと同時に、初めての舞台、初めてのミュージカルなので、うまくできるのかなっていう、まあ、緊張とちょっと恐怖はあったんですけど、その自分が出せる力を精一杯 120%、200%出せるだけ頑張って練習して稽古して、皆さん本当同い年、同年代の方々なんですけど、舞台歴とか経歴では先輩の方が多いので、吸収して頑張りたいなと思いました。実際にお会いした時にすごい吸引力みたいなものを感じて、すごい引き寄せられる方だなっていうふうに感じました。で、やっぱり向こうのミュージカルをこちらに持ってくるっていうことは、やっぱり日本のオーディエンスに理解できるように、いけるように、コミカルな部分もちゃんとこう日本人好みにしていかなきゃいけないっていうところを、ちゃんとドラマチックにやりつつも、しっかりそのお芝居として成立してる、当たり前なんですけど、プロの方なんで、舞台を見させていただいた時に、本当にこういう風にミュージカルを解釈されるのを使って、ここにいるんじゃないかなって思いました。私の演じるミアリー・グリーンラックなんですけど、最初に彼女に会う時、観客感としてはあんまりいい印象を持たれない方が多いと思うんですけども、実は彼女はそのとっても真面目でお人よしな部分があって、すごくフランクとチャーリーの友情に憧れを抱きつつも、自分もその仲間に入りたい、入れてもらって嬉しいっていう、すごい素直なピュアな心を持ってるような女の人が、一体何があって、人生の中でどういう転機があって、最初に会うちょっとあまり印象の良くないメアリーになっていくのかっていうのは、まあその舞台を通して分かっていくんですけど、彼女にすごく共感できる部分っていうのがたくさん見ていてあると思うので、そのフランクにかなわぬ恋をずっとしていたりだったりとか、3人の中で一番最初に成功をしているので、その後の自分の在り方で悩んだりとか、そういう意味でもやっぱり若い世代の方は、同年代の方は彼女のそのひたむきな頑張りだったり、貢献しているところにも共感できると思いますし、また年上の年配の方でも、ああいう時、若かった時にここは妥協しちゃいけなかったんだなとか、そういうことに対して共感がとってもできる役だと思います。そうですね、小池さんも柿澤さんもどちらももう舞台というか俳優さんとしてしっかり活躍されてる大先輩の2人なんですが、とっても優しい感じで、もう初めてお会いした時もガチガチに引っ張ってってくださいなんて言ったんですけども、その大きな広いの目で支えてくださるようなお二方なので、もうこれはお二人からいろいろ吸収すべきところを吸収しつつ、私は女子校に行ってたのであまり男の友達というのがいないんですけども、チャーリーとフランクとメアリーの3人の仲間のように仲良くなっていけたらいいななんて思っています。作品の見どころっていうのも本当にたくさんあると思うんですけど、まず楽曲の良さ、スティーブン・ソンドハイム作曲っていうことで、まあ、とっても歌う側としては難しいんですけども、その複雑な音階だったりメロディーだったりっていうのが、そのストーリーさというかストーリーの良さをとすごく引き立て合ってて、聴いてる側としては本当にすぐ入り込んでいける、音楽から入り込んでいけるっていう意味ではすごく大きな見どころだと思うんですけども、あとはストーリーとしてはその3人の友情がどうしてこう壊れていってしまうのかっていう、まあ、ちょっと暗い話ではあるんですけども、ある意味やっぱり社会人になっていく過程で、妥協しなきゃいけなかったり諦めなきゃいけなかったり、あと夢と現実と、まあ、幻想というかその境目っていうのがだんだん日々の中で、分からなくなってきてしまうっていうのは本当誰にでもあることだと思うので、それをその時を遡るっていう、ある意味冷静な見方をしていると、
ああ自分にもあの時諦めなければよかったなって思う優勝だったりお仕事だったりっていうのはいろいろあると思うので見ていて共感しつつもすごく動かされるミュージカルになっていると思うのでそこら辺が見どころなのでぜひ見てみてください。とにかくすごく若いキャストでエネルギッシュに精一杯みんな演じていくっていうミュージカルなので見ただけでちょっとエネルギーをもらえるっていうのはそれ簡単な言い方かもしれないんですけどもストーリーがちょっとシリアスな部分がありつつも終わった時にすごくどんよりして出ていくミュージカルじゃなくってその若い頃だったり夢を追いかけ始めた頃の気持ちだったりそのエネルギーを受け取れるそんなすごく素敵なミュージカルになっています。私も初のミュージカルということで本当に今のところ至らないところばっかりだと思っているんですがすごく頑張って皆さんのエネルギーに引っ張られて最高の舞台になると本当心から信じているのでぜひぜひ楽しんでください。ミュージカルレディー・ウィー・ロール・アロング劇場でお待ちしています。